なきん金太郎芸能チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回の話題は週刊ポスト2019年9月6日号から記事引用しました。前半は駆け出しで仕事も少なかった今はなき大原玲子さん。中盤はギランバレー症候群や乳がんなど病に苦しみ、後半は浅岡瑠璃子さんや森光子さんからも見放された大原玲子さん。 こんなお話をさせていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。駆け出しで仕事も少なかった大原は、足しげく吉野に通い、閉店後には吉野ママとディスコに行き、ゴーゴーを踊った。私から見たら全然女優っぽくなくて、あっけらかんとしていた。気に入らないことがあったら何でも言っちゃうから、誤解されやすかったんだと思うけど、そういう性格だから私は仲良くなれたんじゃないかな。 その数年後、ボーイフレンドとして紹介されたのが、歌手デビューしたばかりの森慎一さんでした。森さんは、大原さんが渡瀬恒彦さんと離婚した後の再婚相手として知られていますが、吉野ママによると、実は渡瀬さんと離婚する前にも親密だった時期があったそうです。森くんは可愛くてハンサムで、あの頃六本木界隈で一番モテたんじゃないかしら。ビッチが店に連れてきたのよ。 二人はいつも一緒に行動していた。一目見て男女の関係とわかるくらいでした。一緒にお店に来ては店を閉めた後に三人で踊りに行ってたわ。だがしばらくして吉野ママは二人が破局したことを聞く。原因は森さんに新しい彼女ができたからだった。ビッチはその頃よく私の家に泊まりに来ていました。森君に振られて寂しかったのかしらね。 だからその後しばらくして今度は渡瀬さんと結婚したという話を聞いた時は寝耳に水だったギランバレー症候群や乳がんなど病に苦しみ芸能活動を休止されていた晩年の大原玲子さんですがこれまで親しくしていた友人たちからも見放されるほど精神的に追い詰められていたようです悲惨な晩年でした次々に友人たちから見放され大原さんは 1982年、映画、さりげなく憎いやつでの共演で、女優の鹿沼エリさんと知り合われると、大原さんが当時注目していた俳優の古屋雅人さんが鹿沼さんの交際相手だったことや、鹿沼さんが大原さんに声や雰囲気が似ていると言われたことなどから仲良くなり、鹿沼さんと古屋さんの結婚式では、当時、大原さんと森進一さん夫妻が、 売借人を引き受けられるほど親しくされていたそうですそしてその後も家族ぐるみの付き合いが続きある時大原さんは仕事をセーブして家庭に入った鹿沼さんにマネージャーをやってほしいと頼まれるのですが鹿沼さんは断られます自分のイメージを大事にするあまり仲良くなるとぶつかってくる性格は同じでしたと大原さんとのことに嫌気をさし始めており 古親というのも当時カヌマさんは二人の子育てに加え、夫の古親さんから DV を受けており、とても大原さんのことまで手が回る状態ではなかったのですが、それを知っていながら大原さんがマネージャーの話をしてこられたそうで、古親正人さんは5歳の時に父親が再婚し、ママ母から愛情を得られず、父親からもストレス解消のため虐待を受けていました。 玲子さんも父親の虐待で絶縁にまで至っていますが、そのせいで二人は似た部分があったと思います。浅岡瑠璃子さんや森光子さんからも見放された大原玲子さん。女優の浅岡瑠璃子さんももともと大原さんとは本当のお姉妹のように親しかったそうですが、2007年頃から大原さんが深夜の2時から3時頃に浅岡さんへ電話をかけてきては、 一方的に不平不満を延々と愚痴り続けたことで最終的には浅岡さんが我慢の限界に達しもう話したくない絶好すると縁を切られたほか後見人を務めていた森光子さんも浅岡さん同様に大原さんの長電話に苦しめられ縁を切られたそうで大原さんは次々と友人たちから見放されてしまったのでした生活が困窮する一方大原さんは仕事を休業している身の上で わがままで干されていたに近かった、豪邸の高額な固定資産税に光熱費のほか、自身の病気の治療、車椅子生活を送っていたお母さんの介護と、経済的に苦しくなっていたようで、所有する高価な絵画や骨董品などはすべて売り払い、その上、年金の受給開始年齢になる前に一部を受け取れる繰り上げ受給を申請されると、弁護士と一緒に社会保険事務所を訪れて、 年金額がなんでこんなに少ないんですかと抗議されていたそうでそこにはすでに往年の大女優の面影はなくなっていったのでした玲子さん孤独死で死後3日後に発見されましたこうしてすっかり一人きりになった大原さんは2009年8月6日連絡が取れず不審に思って警察に通報した弟さんらによって 自宅2階の寝室の床上で仰向けに倒れて死亡しているのが発見されます。携帯電話を取ろうとして15センチの距離で手を伸ばしたまま亡くなっていたそうで、解剖の結果8月3日、不整脈による脳内出血で亡くなったこととされたのでした。お別れ会はちなみに大原さんのお別れ会が開かれると、発起人の森光子さんは美しくて再起があって、 でも寂しがり屋でみんなにきついことを言ったりもするハキハキした女優さん。とても素晴らしい女優人生だったと思います。でも病魔というものが玲子ちゃんには早くついて回った。難病に取りつかれてから心に傷を負ったようにとても辛い日々が続いたことと思います。玲ちゃん、あなたこんなに愛されていたのね。とても辛かった思いでもあるでしょうけど、これから幸せになってください。 朝岡瑠璃子さんはここ数年何度も言い争いになって距離を置いていた時期もあった夜中に電話がかかってきて人様への不平不満を言い続けるだけの電話もう玲子からの電話には出たくないって思いましたあなたがどんなに拒否しても姉としてちゃんと受け止めてあげるべきだった本当にごめんね玲子今こうして再びあなたに話しかけているともう何のわだかまりもありません優しさ 賢ささ可愛らししだけを思い出してい出てます私の妹玲子へ心安らかに眠ってくださいと弔辞を読まれていますいかがでしたでしょうかやはり大原さんは度重なる病で性格が変わってしまわれたのでしょうかそれともカヌマさんがおっしゃるように幼少期のお父さんからの暴力によるトラウマが病の苦しみにより表面化してしまったのでしょうか いずれにせよそのため孤独な晩年となってしまったわけですが、見方を変えると、だからこそ当事者でない人間には、大原さんの生涯がミステリアスに見え、大女優と映るのかもしれませんね。大原さんのご冥福をお祈りいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また良ければチャンネル登録もお願いします。